こんににちは川田ですす朝会始めまま6月3日日木曜日になりましたこのコーナーでは、このコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しておりますということで、こんな感じですかね。はい。で、今日はですね、えっと、まあ、ふやらない、やらないって言いますか、私見向きもしないんですけど、えー、不動産リート、なんか最近パフォーマンスいいんですよね。で、どうなってるのかなと。 SP500 の中で占めるウェイトもちっちゃいんですけども、まあ、2. 数パーセントだったんじゃないかな、ちょっと最近上がってるから、ちょっと上がってるあの、比重が上がってるかもしれませんが、まあ、ちょっとどうなってんのかなと思ってみようかと思っていますということで、で昨日は、えー、っと、あれ、ストボ出てまいりまして、次は、えー、来週、ストボ、再来週になるのかな、えー、CNBC とストボですね。はい でですね、昨日あの引けにかけて上がった、少しまあ上がったというか、戻したんですよね、おおむね小幅だったんですけど、ナスダックはあのマイナスの時間帯が長かったんですけども、結果的には、ここのプラス0.2%、ナスダック100なんかはね、そういうようなことになってます。 0.71%上がってますから、まあ、あの週末の雇用統計だとかをにらんで、小、まあ、動きっていうのが相場の解説なんですけども、まあ、関係ないんじゃないですかね。あのはい、これが冷やしで、これが、まあ、ほら、昨日もエネルギーが上がっています、それから次が2番目に高いのが不動産で、まあ、テクノロジーなんですよね。でこれは10年歳で小、まあ、動き。 まあまたあまた割りしそれから、これニュース、映画,チェーンの映画館チェーンの AMC エンターテインメント、これが、ね、なんか2倍ぐらいになったんですよね。で、なんかストップ、飽きないストップしてたんじゃないですかあの。これチャートで、後でチャートを見てみます。あと、これが、えっと、ADP の雇用報告を、まあ、なんか待ってるということですかね。あと5日、金曜日の雇用統計。 えそれから、まあ、このハーカー総裁のというのがメディアではあの結構言われてました、まあ、テパリングの検討を考える時期に来ているかもしれないというようなことなんですよね。で、えー、っとこれ、ミームストックっていうんですか、こういうのね、もうイメージわかんもんね、これ、AMC、これは毎日毎日上がって、あの昨日の今頃は32ドルでしたって言ってたら、今度はその倍になって、あのこんなになってます。 なんかね、過去1年かどっかから2、30倍になってんですよね、はい、でこれが、まあ、どうでもいいんですけど、バイデン大統領が7月目標達成新特典ということで、あのワクチン打ったらビールあの飲もうと書いてある、<laughs> アンホイザブッシュは7割のワクチン接種目標が達成された段階で、21歳以上の成人に無料ビールを提供すると発表した。なんか あの死者も日本の何十倍と50万人でしょ、日本は1万人で、向こう、五十数万人って、なんかどこまでもなんかこう、楽しくっていうのが、この国のっていうことで、やっぱついていけないですよね。はい、で、これが、あの、主要指数なんですけども、これが、えっと、小型株のラッセル2000、過去5日間ね。で、えー、ソックスで、まあ、こんな感じ。で、過去1ヶ月だと、やっぱりソックスはなんだかんだって言って強いんですね。これ、ソックスも後でちょっと見てみますね。ソックスっていうか SM か SMH で見てみたいいと思いますこれが過去1か月間で。年初来ではやっぱり小型株とソックスそれからダウンがやっぱり強いんですよね、はいで。過去1年ではこんな感じということですで。業種別ですけども、過去5日間では、今日は後で触れる、ですね、えー、っとここに不動産セクターがいます。でここにエネルギーがいます。過去5日間ですね。 で、えー、ダメなのが、この昨日もダメだった、あの昨日、その前の日、アボット・ラボラトリーズですか、の急落でということで、それが影響したということで、えー、ヘルスケアセクターが調子悪いんですよね。まあ、これ、ずっと調子悪いんじゃないですかねでえっとこれね。 XLRE っていうのは不動産セクターですけども、5月12日って言いますから、どこかここら辺、あの5月12日ってもう覚えてないと思うんですけども、使用指数はですね、2%以上、ダ、ま、ウ、あ、は1.99%の下落ですけども、あの他はですね、2. 2. 数下がった日なんですよね。で、5月7日があの新高値でしたから、わずかその1週間後ぐらいに急落して、そこから実は相場ってのはじりじり上がってるんですよね。そのの中でこの 不動産、12日がどこかここら辺でしょ、でこのピンクが不動産ですから、こう,こういう感じでですね7.6%ぐらい上がってるんです。で、ヘルスケアは一方ですね、えー、V、こいつです、これが、まあ、ほぼフラットなんですよね、そこからは。ということで、不動産セクターって私はもう、あでこれ、もうちょっと後でで、年初来では、えーと、これ、エネルギーと金融と不動産ということです。 不動産セクターの ETF は過去5年ではこんな感じです。えー、とこれが SP ですから、過去5年で2倍ぐらいになってるんですけども、これは4割ぐらい上がってるってことですよね。だからまあ、な,なんといいますか、コロナの頃は上回ってるんですけども、ということで、まあ、これ、今から追いかけるんですか、でまあ、私ね、実は個別銘柄カー、エクイニックスとか買ったことあるんですけどもあの、それは損もしなかったですけども、結局、あの時は、 えあのナスダック100のほうが良かったかなとか、まあ、そんなようなことでですね、不動産セクターの ETF の構成銘柄、これ、アメリカンタワーとかプロロジス、クラウンキャッスル、このプロロジスはほら物流なんですけれども、このアメリカンタワーとかクラウンキャッスルというのは基地局ですね、あの,の,あの会社で、えー、鉄塔とか置いてるんじゃないですかねで、そういうやつがですね、12%、それからプロロジスが9%、キャクラウンキャッスルが8ト エクイニックス、これデータセンターですね、これが7ト。サイモンプロパティーズ、ここら辺なってやっとホテルだとか、そういうあのモールのリーですよね。で、これはあの倉庫ですよね。こういうやつ,こういうやつが4%ということです。で、不動産セクターの ETF は、今見た5年なんですけど、で主要銘柄をですね拾ってみたら、この物流のプロロジスとかですね、アメリカンタワーですか、これ基地局、クラウンキャッスル、それからデータセンター、ここら辺がいいんですよね。 で、ここら辺になると、過去5年でも SP よりはいいんですが、あのこれをサイモンプロパティーズ、ここら辺になるともう全然ダメですよね。ということでですね、普段はあんまり見向きしないんですけど、上がってるんで、どうなってんのかなと思って見た次第です。それから、あと、これ、アナリストコールでですね、えー、ズーム、チャート見てみようと思うのは、ズームとフォードとチャーシュー、えー、チャールズ・シュワブですね、この3つ見てみますね。 ズームはです、ね、これの日経にも解説出てましたですよね、まあ、要は売上が、伸びが鈍化したというのは当たり前だと思うんですよね、これだけ、えー、強,強烈に伸びて、四半期で1000億円ぐらい売ってるんですよね、確かね、その伸びが半端ない伸び,伸びなんですけども、えっとその、ただし、その伸び方が縮んでると。 でこれからどうすんのってことでですねなんかねワークスタイルがですね単に在宅じゃなくてホ,あのホームワークフラムホームじゃなくてですねハイブリッドあのつまり家と会社と今後、まあ、勤務形態ですねでそうなるとなんかね会社にいる人と家にいる人とねあの疎外感の なんかこ連帯感とかそういううものは違ってくるするとどうするかって言って背景をみんな一緒にしてその一体になるようにまあイメージするとかですね、まあ、そういう小技が大事になるということなんですかねあの、まあ、よく分かりませんがでも投資としてはだめでしょうあ六五6 0 0ドル近くが320ドル、まあ、500が300ですからまあ半値 にはなってないわけですからあり得るパターンじゃないですかまあ、時,間時間かけて上がるということじゃないですかねこれがフォードこれがですねさっきアナリストがですね17ドルぐらいに目標を設定してたっと言ったかな目標を上げたとこれ毎日のように上がってるんですけどもまあ、こういう感じこれ50年超のチャートですけどもこの昨日のストボでも言ったんですけどもまあ一旦高いとこ掴んだらまあ、戻ってこんですよね とということであとチャールズ・シュワーブ、これはあの E トレードでしたっけ、買収してですね、こういうやつはね、本当にね、儲からない、私やってみてですね、これもです、ね、これ2000年ぐらいでしょ、ここからここにあの IT バブルの時に、この4ドルが32ドルになって、その後ここで、どっかここら辺で20ドル、28ドルで掴んだら、20年ぐらい返ってこないですよね、こういうの、あのやっぱりよくないですよね、精神的に。あのなんで ここだからまあ ETF こういうので儲かると思わない方がいいんじゃないですかね。というようなことです。で、これがえスケジュールです。で、株価ですけども、昨日小動きのものは多いでしょうから、ダウが下がった。それからウォルグリーンが上がったということですね。それからナスダック100引けにかけて上がったんですけども、ebay が3%強上がってる。テスラは3%。 以上下がってますねあのまたあの、ツイッターの問題ですかね。なんというか、こういう天才経営者っていうのは、言うこと聞かないっていうのが一つあるんでしょうね。まあ、だから、うん、はい。で、999J はこんな感じで、エッチ暴落してたけど、やっぱりまた上がってるんですよね。そう,そういえ私の死んだ子を数える、あの、レモネードでもですね、今日7%ぐらい上がってたし、アピアも4%かなんか7、7%かな、上がってましたね。はい。 で、これが私の銘柄ですけども、えっと、999のベンチマークの999がここで、あのディアが下がってる、プロジニーはこれ上がってましたからね。で、なんかね、期待のこのアイデックスラボラトリーズとかこういうのはね、上がらなくてもいいんですけど、ゆっくり、ゆっくり上がってくれるということなんですけども、あ,のあとは MSCA が久々に少し上がった、ノボキョアはなんか調子いいんですよね。はい。で、個別銘柄、本格採用前のやつは、 なんかこう平均すると2.3%も上がってるのは、このレモネードが7%上がった、それからアピアンが7%強上がった、それからあの暗号資産の銘柄もマイクロストライクこは下げてたものの反動ですね。で、これ、個別各5日間の個別銘柄、ノボキュアとプロジニーが調子いいと。で、ダメなのがサービスナウ、インチュイティブサージカルもどうなんですかね。なんでまあ そんな短期で見る銘柄じゃないんでというようなことなんですけどね、これがベンチマークの NDX、ナスダック100で、えー、でも SP500 がここですから、それよりいいっていうのはこの2銘柄、3銘柄しかないんですよね。3 3 4、5銘柄かということです。これが SP500。年初来ではですね、SP500 よりはまあまあいいんじゃないですかね。こんなもんでしょう。はい。 でこれがアークの答申ですが、ETF ですが、こんな感じになっています。これで、えっと、4月の,4月の3月、4月の水準まで戻ってるということですね、はいで。これは新聞ですけども、まあ、あの新聞、ご興味なければこれでブチということで、そうすると何も。 川田さんの YouTube はあの得るもんないなということで、いや、その個別銘柄でここ買ったら上がりますよっていうのは、私はそんな、あの今日買ったら上がりますっていうのは、私はそんな分かりませんよ。で、えっと、木曜の朝刊は、やっぱりね、半導体のニュースが多かったんですよね、で特に TSMC、台湾セミ、これがですね、2ナノのお試験ラインが世界で、まあ、試験ラインをまあ運用すると。 いうようなことでも、世界中がこの会社を追いかけているっていう構図をですね。日経新聞は報道してました。で、5面はですね。あの半導体誘致に政策動員ということで、これはあのアメリカアメリカ欧州、そして中国台湾の現状が出てました。ですね。 それから、まあ、信号、ここら辺はなんか最近の日経らしくないと言いますかねあの、信号って日本語じゃないですよあの、日本じゃないですよ、アメリカで言われている個人投資家のが使っているあの、なんか俗語をですね紹介してまして、SNS で動く株ということで、トゥー・ザ・ムーンと言ったら大幅高への願いらしいんですなんか買ったものがですね、トゥー・ザ・ムーンというと、ですねお願い上がってっていうことらしいんですよね。でストックのことを あのス,トストンクスっていう,うんですかストックのこと。だからこの間あのテスラのイーロン・マスクがですねあのブロック暗号資産は売らないよっていう時に絵文字書いたのがダイヤモンド・ハンズっていうそのなんかダイヤモンドのなあれとハンドの絵文字があるんですよね。 あと、養老っていう言葉があるんですね。前もで前も言ったかもしれないね。人生は一回きりっていうようなことで思い切ってやれとか楽しめとかっていうことなんでしょうか。You only live once ということですね。あと、SEC のゲンスラー委員長が言ったゲーミファイ。つまり投資をあのゲームと一緒にすんなよっていうような、そういうようなことですね。あとは、ミームストックっていうんですか。あの ジョークのような感覚で取引される株 amc エンターテイメントはミームストックということらしいですから、11面のですね。あの、インフラ投資計画。これはあのえっと今,今民主党がまず案を出した。それに対して直近共和党はですね。対案を出したで、その歩み寄りということなんですけども。あの民主党と共和党ではですね。まああの。 規模インフラ投資の規模そ、それからそこをどこまでやるか、それからその財源をどう賄うかということで,です、ね、でまあ随分違うということなんですよね。でバイデン政権は当初はあの2兆ドルって言ってたんですけど、これ1兆、1.7兆ドルまで譲歩するっていうのは、これはあのニュースに言われてましたね。でそ,うそうこうしているうちに共和党は、ですね、何言ってんの、1兆円でいいんじゃないのというの9280億ドルですか。いいいんじゃないの、とでその、そ 最初もですね、いや気候変動だとかその民主党の看板政策やりたいんだって言うと、ですね、何言ってんですか、道路橋でいいでしょうというようなことが共和党ね、それからそれ財源どうするんですかと、まあ、そのあの法人,税あの個人,所個人の限界税率上げるとか、ですね、法人税上げるとか、ですね、それからキャピタルゲイン課税上げると。 まあそういうようなことを言ってるのに対して、要は利用者負担でしょっていうようなことで、あの増税なんてダメですよっていう、まあ、言ってるのは共和党と、まあ、ここら辺の対立構図はです、ね、あのいつもと変わらないんですけども、それがまあどこで折り合うかということですよね、あのどちらも中間選挙に睨んであのそこ、そこがま,あまず一つ目標なんでということです。あとバイデン政 100年前の黒人虐こき昨日のオクラホマのタルサのやつですね、これが日経新聞に出てましたですね、はい、それからこの、ね、13面にですねアップルの,あのアプリ経済圏、24%増の70兆円になっているということで、これが大変なことになっている、その内訳なんかも出てましたですね、それから21面はですね大気消費。 大気って入れると出てこなくて大気って大気消気というとこの漢字が出てくるんできっと大気消気って読ますんでしょうね、えーと。投資教育の肝はリスク管理ということでですね、まあ、ここで言ってるのはあのアメリカはですね結構あのしっかりあの 分散がが効いいててリスク管理がなされ,てなされてるという文脈だったんですどういうことかというとあの投資信託のトップ10を見るとですねアメリカはですねあのユーザーインデックス投資がもう圧倒的ということでこれは要はインデックスだから分散が効いている一方日本は外国株式ファンドが 8, 8割を占めてかつ旬のテーマに注目したあーテーマ型だとかそれからアクティブ型これがあ多いと。 あの残高トップ10の投資の比較ですね。ということで、ですねあのアメリカは、まあ、こ,のこの文脈でいうと健全だということなんですね、ただ投資している金額がですね個人金融資産のアメリカは半分、日本は 10%, 10強です、11、2%ということで、取ってるリスクの量そのものはですねアメリカはすごく多いんですけども、そのリスクの取り方が分散が効いているということですね。まあ、正しいいいんじゃななででですすかかねでも日本は根付かないですよ あの全然違いますから、メンタリティが。若い人は,違うあの若い人はそうでもないけどね、まあ、あの川田社長の,このずっとこれ聞いていくと、ですねあの時間かかってリスクを取れるようになります。普段はまはあ、皆さんはですね残念ながらあの投資教育の前に、日本人の価値観の問題でですねあのリスク取れないようになってるんですよ。で、えっと、これが TSMC の S、朝鮮半島半島の半導体。 年内に試験ライン世界で先行と回線幅になのは要はえっ、ー、と。もう。今はあのサムスンとあサムスンが追随しているんですけど。さあのこれ細いやつはね。でサムスンそれからインテルは ibm とあのなんかこう一緒になってですね半導体産業の復活をかけていると。 で、先端の実装技術を開発しているということですよね。まあ、こんなようなことが出てましたので、これぜひ読んでみていただきたいと思います。それからその文脈でそ、のその流れでですね、SMH、ちょっと見てみたんですよね。で、私の視聴者の中にもですね、この半導体の SMH に限らず、個別銘柄、それから ETF をいつ売るかということで、ああ話題になってるんですよね。で、このですね、 どっちかから行けばいいけばのかな SMH の過去1年は、ですねこの AMAT、ラムリサーチ、それから台湾セミ、ここら辺がですね、もう台湾セミはこう2月の12日ですか、ここをピークにです、ね、下げてますよね、少しね。で、えー、こっちはまだ右肩上がりなんですけど、それでもまあレインジになっていると。 ASML だけがですね、なんかこう、こいつは世界にこ、ここしかないんでということで、まあ、私が持っている銘柄はですねこれ、しっかりしてるんですけども、NVIDIA はまた別じゃないですかね。だかそういう意味ではどうするかということになると、この間、箱田さんとも話しててですね、まあ、そこそこいい、今、今、出るべき材料は、もう相場にはもう皆さん知ってんじゃないですかというような、 あの函館名人のですねご択船だったんですけどね私はね ASML ま,まだ売らないんですよずじっと持ってて、まあ、あのどこまで行くか見極めてから私は売るっていうタイプなんでそのその後上がってもいいからあのほら何でしたっけ頭と尻尾は何とかにくれてやれっていう方ではないんですがっつり食ってあの下痢してから売るっていうそういうタイプが私なんですよねまあ強欲といいましょう。 あので、都心のこの SMH のですね、えー、言っときましょう、SMH のですね、えっと、組入れ銘柄、台湾セミが15%弱、NVIDIA、ASML、INTEL、RAM リサーチ、テキサス・インスルメンツ、アプライドという,いうことになってこれ、ブロードコムなんかちょ調子悪かったでしょう、確か。ということです。あとは視聴者からのあれですね、日経新聞読むのが楽しくなってきました。 まあ、そう言っていただくとは私は嬉しいですよね。だって、日経新聞の,宣伝,あの宣伝でも販売でもないんですけども、こんなに安くて、こんなに良質なあの情報がですね目の前に転がってるわけですから、利用しない手はないと思うんですけどね、どうですか、皆さん。であと、電子書籍とか使うの私は、ね、電子書籍ね、使ったことあるんですけどもね、うまくいかないんですよ。なんでかっっていうとねやっぱりあの ピンクのマーカーでですね、線引っ張ってですね、あと、たまに折ったり、付箋つけたりですね、しないと、結局私は寝転がって本読んだり、電車の中で本読みますけども、あのね、うまくいかないんですよ、あの、Kindle から出てきて、それをですね、あれどこ行ったっけ、パラパラパラ,パラとめくるときにね、その1、2秒はですね、ものすごいかったるくてね、立ち上げだとか、その、そのどこにマーカー、マーカーうまくできないもんだから。ということで、 でもあの、自分は狭いマンションなんで、本を置くスペースがなくて困っています、これはですねどうでしょう、知り合いの方に貸しとけんじゃないですか。 あの勉強しろよとかで,で、まあ、大概僕もそうした時には大変持ってきませんけどね、ただかえ、ちゃんと返して、あれどうなったって言って、その1日後に返してくれる人はしっかりした人です、まあ、そういう意味では、その自分との人間関係、それからその人のですね性格を見極めるのにもいいんじゃないですかね、私は家の中で本転がってますけど、あのまあ、たまに古本屋に、ですねもうええだろうと思ってですねあの持ってってあの売る時があります。 それから、このね、14時、2時は、平日の2時は時間的に難しいです。うんこれはそうですね。まあ、あ,のあそこ、動画置いときますからあの。っていうのはね、僕、土曜日はね、バロンズであの、バロンズの制作はね、朝の、朝のですね、10時ぐらいから夜中の12時、土曜日のね、で、ね、寝るのは12時、1時ぐらいに寝て、で、日曜の朝に、えっと、4時半、 に起きるんですよ私はでそこで8時9時までやって井の頭に行くっていうのがパターンなんですよね。あ収録もせんという感じです。そうなるとですね、ちょっとまであの週末にあの動画やるとというあの言い訳です。それからですね、ああ、個別銘柄また見つけてきますよということでね、<laughs> あの、まあ、ね昨日も言いましたけど、あの、まあののベールリゾートとかね、アライン テクノロジーでしたっけあの歯科矯正ソフトのもう本当にねもういいに決まってると思って買って儲かるんですけどその後どっかで振られて結局あの大業を逃すっていうそういうパターンなんですよねあとですねこの方が言ってくれたのはあの岡さんのですね岡さんのなんとか研究所かな元工芸のね高田さん のですね、資産運用トラウママップというのをです、ね、あの読みました、これだとです、ね、日本でなぜ投資家がトラウマ,トラウマになっているのか年代別にというようなことをおっしゃっているんですけれども、私は、まあ、高田さんはすべて分かってその,その表現しかないと思っておられると思うんですけども、あの今も昔も日本はそんなに株式投資がね盛んにはならないんですよ、あのそういう国です、あのなんで、そこは個人の,あの意識の問題なんですよね。 つまりこの国に対する見方、それからアメリカというものの理解の仕方でです、ね、リスクアセットの量が決まるというのは変わった理論です。よね あの日本が民主主義じゃないとか、日本が資本主義じゃないとか、株式市場のリターンはその出ないようになってるとかですね、そんなことこの,人のこの人は言えない立場なんですよね。それはだから川田社長の役割ではないかと思います。私は思いっきりアメリカにリスクを張ろうと張ってますあのというようなことです。で、これがですね、17日になぜアメリカ株かというのですね、このサンデル教授のエリート。これ 米国エリート再生産の仕組みの問題点と、そっと株式市場というテーマでやろうかなと思ってるんですよね。で、このほら、オバマ政権のこのアメリカの学歴格差の固定社会のところをね、こうちょっとあの、サンデル教授の本なんかでですね、このハーバード、それからイエール、それからハーバード、ハーバード、こうなってるんですよね。この ロチェスターこれ私言った、これスティーブン・チューさんのことですね。3人兄弟いて自分が一番できなかったとかって言ってましたけどね、それが、あのこ,れこの人確かノーベル賞を取ってんじゃないかな。で、えー、っと、ジョン・ケリー、これはイえルですね。まあ、こんな感じ、これがその、オバマの時はこれが凄まじかったって言うんですよ。で、ほら、ジョバイデンさんはですね、あのデラウェアっていう普通の大学出て、シラキュースもロチェスターの隣にあるですね、そんなにその、 超ハイランキングの,あのロースクールでもないというようなことです。まあ、ここら辺ちょっとやってみようかと思います。あとはこんな感じですかね。はい。このもう今6月3日終わった、2日終わったところ。うん。で、この後、まあ、そんなに大きな動き出ないですけども、その後にちょっと動き出ますから、えー、ちょっと、あのまあ、プレミアム会の方は用、用いろんな対策ができると思います。 で大倉博士あの、これはですね、えー、6月9日、来週水曜日に私とですね、やります。で、要はね、えーっと、反省会とかって、運用方法、運用、なんか参加いただくときは、運用成績反省会を開催しますだ8%じゃだめなんですかって、まあ、私はもうちょっと欲しいんですけどもっていうことで、大倉博士はですねあの、じっくりやって8%、でも8%あれば十分じゃないですかね。はい、というようなことです。以上です。 26分。うん。ここら辺にしておきます。ありがとうございます。失礼します。